大人の就活 TV。 皆さんこんにちは。司法書士法人三つ葉グループの島田裕介です。こんにちは。同じく三つ葉グループの広木鈴香です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日の相談行ってみましょう。はい、はい、本日のお客様のご相談はこちらです。はい、銀行で出生から死亡までの戸籍が必要と言われました、うん、はい、教えてくださいとのことです。そうですかね。そうですね、戸籍収集は大変ですね。結構よく誤解を招く一つですよね、戸籍収集って、はい、もう今の戸籍だけ取ってきましたっていうのよくあるパターンですけど、まあ、戸籍収集が実は一番大変ですよね。そうですね、はい、相続人全員の戸籍は、うん、まあ、本籍地で取得はできますよね。そうですね。これね、出生から死亡までって何でいるかっていうと、はい、例えば、はい、そうですね、結婚したとか、転籍したとか、まだあと法改正があったりするんですけど、はい、こうその時に戸籍って作り変えられるんですよね。はい、先生結婚してますよね。結婚してます。結婚した時は戸籍変わりました、はい、戸籍変わりましたね。変わりましたよね、はい、なので結婚するとやっぱこう戸籍って新しくなります、はい、そうすると前の兄弟の情報とか昔の戸籍の情報ってそのまま引き継がれないようになってます、今の戸籍制度でいくと、はいはい、ということはこの人もしかしたら亡くなった人兄弟いるのかとか、うん、実は子供がいるのかっていうのは残念ながら今の戸籍取っただけだと分からないっていうのが実情になってます、はい、戸籍制度でいくと、はい、なのでもし出生から死亡まで遡っていって、はい、その戸籍ができ変わった時点をずっと追っていくっていうのが必要になってきますよね。それで本当にあ子供はいないんだなとか、うん、あ今のこの人だけでよかったなっていうのを確認していく意味で出生から死亡までが必要になります。はい、そうすると、はい、結婚してなくても法改正があったから、うん、何回か戸籍は取らないとダメってことですよね。そうですよね、うん、法改正少なくとも2回あってます、うん、戸籍法でいうと、はい、じゃあ話ちょっと変わるんですけど、バツイチってゆえん知ってます、はい、知ってます。あ、うん、知ってるんだ。どうぞどうぞ。いや、戸籍にバツつくからですよね。そうなんですね。今は入んないんですけど、はい、昔戸籍で離婚すると籍が抜けてたんで、はい、まあバッテンみたいなの入ってたんですよね、うん、正確に言うと斜線なんですけど、はい、まあ、それがいわゆる罰っていうことで言われてたので、はい、だからまあどうですかね、結婚する前に罰位置かどうかって言わなきゃ分かんないですよね、うん、そうですね、まあ、転籍してたら新しい戸籍できるので、うん、まあ、結構綺麗なものができたりするので、はい、言わなかったら分かんないかもしれないですね。そうですね、はい、まあ、そうやって他の相続人がいないかどうかを調査していくっていう感じですね。はい、はい、今回は戸籍収集についてでした。大変な方々は私たちが代わりに取得することも可能なので、うん、お申し付けください。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。大人の就活 TV、 いかがだったでしょうか。皆様からのご相談コメントお待ちしております。また三つ葉グループでは相続・信託に関する初回相談無料で実施中でございます。お気軽にご相談ください。三つ葉チャンネルの登録もお待ちしております。